どうも、えっとですね、アンパン君っていう、まあ、昔ね、ひろ兄貴っていうあの生主さんがいるんですけど、<laughs> あの今日リス・ワン狙ってるらしいんですよ。で、まあ今日僕も撮りたいなっていう風に思ってるんで、あのちょっと聞いたんですよ。まあ、どうすんのみたいな。 今日狙うのみたいな。そしたら、あ、俺も今日狙ってるんだっていう風に言われたんで、うーん、多分不利だと思うよっていう風に伝えたんだよ。でもまあ彼が、いや、俺は今日やるからっていうことで、あ、じゃあ勝負しようぜって言って、彼と対決が決まったんで、ぜひ、ードリスナーの皆さん、今日リスワーやろうと思ってるんで、取って、ちょっとやろうと思ってるんで、 えーとそのつもりでいてもらえるとありがたいですね。前回ね、じゃがいも王子っていう人に負けたんですよ、僕。確か、僅差でね、30人差ぐらいだったかな。30人とかそれくらいの数で負けちゃったんで、ちょっと余裕ぶっこきすぎてたんで、あの、アンパンをね、あの倒そうと思ってるんで、ぜひぜひあの応援してください。今日はね、夜ね、あのどれの深夜食堂さんと、あの、 コラボが恒例のコラボがあるんで多分ドレさんリスナーも結構見てくれると思うんですよ昼間だからその辺は結構楽しみなところだなっていうふうに思ってますね <coughs> ぜひぜひ無事あのリスワンが撮れることをあの祈っていただけるとありがたいですちょっとねリスワンはやっぱりね毎月撮っていかないと配信者としての格が下がるんですよあのー、やっぱり ね閲覧取ってるんだっていうのは、すごい重要なことだから、毎回頑張って結果を残していくっていうことは。俺の場合さ、稼ぎが多いタイプでもないし、その辺はね、譲っちゃいけないところだと思ってるんで、うん、実績を残していって。一応、3ヶ月連続で取ってるのかな。ちょっと確認してみます。多分ね、3ヶ月連続取ってるはずなんですよ。初見さんいらっしゃい えと、まず、リスワン、先月は、えー、先月、2月は12日に撮ってるね。7677人。えー、1日は3000人で、ね、撮ってますね。1月も撮ってます。2月1月って撮ってて。12月も撮ってますね。あ、違うわ。4ヶ月連続だわ。12月も撮ってて、えー、11月も撮ってますね。で、10月から始めたんだけど、この辺は10日間しかなかったから、 俺が始めたの遅かったからね。えー、リスワン取っていこうと思うんで、よろしくお願いします。頑張ります。<laughs> やっぱね、後輩には負けたくないっていうのは自分の考えなんで、うん、結果を残していきたいですね。<laughs> 多分そんなに難しくないとは思うんだけど結構いけるんじゃないかなと思ってますね <laughs> うただ風がひどいんだよねちょっと風がまあその告知だけやろうと思ってたんで <laughs> よろしくお願いします お前コメント欄荒らすなよバカとかハゲとか書くなよ何でお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんも